ここは医務室だ。騒ぐな。聞いてくれ。俺はお前たちの言うガスドンじゃない、ウンユだ。嘘も大概にしろ。指名手配時にあなたたちの顔は登録済みだ。ガスドンで間違いない。この顔のせいだろ。俺もどういうことかさっぱりなんだ。目が覚めたらこの顔になっちまってて、おまけにここに連れてこられて尋問される羽目に。ここにあんたらを連れてきたのは何が起きたのかはっきりさせるためだ。本当に濡れ衣だというなら苛立ちをあらわにしたところで無実を証明できないと分かってるだろう。ああ本当に頭が痛い。昨日質問した時は何の異常もなかったのに。おはよう公爵、何かあったのか。ああ、昨日俺がある事件の処理を手伝うと言ったのを覚えてるか。今朝その囚人たちに話を聞こうとしたんだが、どいつも自分は自分じゃないって言い出してな。え、それって昨日のもう一人の自分を見たって人よりおかしな状況じゃないか。彼らは他に何も知らないらしく、にっちもさっちも行かなくてな。こうして医務室に連れてくるしかなかったというわけだ。昨日の司具員の仕事もかなりハードだと思ったけど。彼らの今朝の供述をここにまとめてありますので、目を通していただけますか。何か私たちに見落としがあるかもしれません。これは釈放？なるほど。こいつらは全員今日釈放予定だと言っていたのか。はい、私たちもその点に気づきました。重罪人だというのに自分は今日釈放されると言い張っておりまして、そうすれば本当に釈放されるとでも思ったのでしょうか。あまりに私たちを舐めすぎかと。ならここは慎重を期さないとな。ナブルサールさん、今日の釈放者リストを確認し、何か理由をつけて釈放手続きを中止してくれ。書類は切らしていて印刷中だとでも言っておけばいい。かしこまりました。もしかするとこの重罪人たちはもうすぐ釈放予定の囚人になりすまして脱獄を試みてるのかもしれない。その可能性も考えましたが、これを見てください。指名手配書に載っているのは紛れもなく彼ら本人です。どうやってなりすますのでしょう。釈放される囚人が彼らとそっくりな顔であれば話は別だが、昨日事件捜査の資料としてここの名簿を渡していたな。それはどうだった。はい、名簿に載っている囚人の顔写真を見比べましたが、今の推測は成り立たないことがわかります。強いて言うなら声が昨日と少し違うくらいでしょうか。ただこれはいくらでも偽装できますので。
そうかな。看護師長はどう思う？ちょっと待ってて。確かめる方法が一つあると思うの。まだ薬を塗る時間じゃないから辛いでしょうけど、少し我慢してね。あれ？そいつって昨日のやつだよな。ううん、この人は多分オノレイさんだと思う。重度の脳症が顔に広がってるから、フォンテーヌ邸の病院で手術を受けてもらわないと。監視の付き添いのもと外出を許可するね。だから言っただろ、俺はポトンじゃなくてオノレイだって。本当に入れ替わりが行われたってこと？あ、いや、このポトンの状況はかろうじて理解できますが、残りの囚人についてはどう解釈すれば、魂が入れ替わったとでも言うのですか？ううん、入れ替わったのは顔だと思う。具体的には入れ歯をするように元の歯を抜いて別の歯を入れるの。そうね、証明してあげる。旅人パイモンちゃん、昨日会ったエリックさんのこと覚えてる？おう、もちろん覚えてるぞ。なら君たちには証人になってもらうね。まずエリックと名乗る囚人を探すのを手伝ってくれる？君はエリックさんね。ああ、そうだ。看護師長、やっと俺の話を信じてくれる気になったのか。もう一回検査をする必要があるの。昨日と同じ手順でやらせてもらうけど、いい？わかった。最初は認知能力の検査だろ。なら、集中しないとな。まず、前回の検査で、うちがどの指を出したか思い出してみてくれる？確か、人差し指だったな。え？これってまさか。ほう。実は昨日の夜、もう一人の自分を見たって言ってたエリックが急に正気を取り戻したんだ。だから観察室から出してくれってシグウィンに頼んできたんだよ。で、許可を出す前にもう一度検査をしたんだけど、その時に出したのは小指だった。ん？昨夜の検査なんて記憶にないぞ。観察室に入った後、やることもなかったからこっちは寝てたんだ。それがどういうことか、目が覚めたらこうして駐在人の牢屋にいるときた。それが本当なら、この2日間で起きたメロピデ要塞の奇妙な事件にも説明がつくな。一体どういうことでしょうか？脱獄を企てた駐在人たちは、もうすぐ釈放される囚人をスケープゴートにしたのさ。お互いの顔を入れ替えることでな。昨夜、奴らは当直の監視、オディロンを襲うと、その変装技術を用いて、オディロンになりすました。そして、他の監視の目をやり過ごしたんだ。その後、囚人たちが寝静まるのを待ち、当直中の監視という立場を利用して、まとめて入れ替わりを実行しようとした。だが、一人だけ下手を打ったんだ。エンリは行動を開始する前からすでにエリックの顔になっていて、しかもそれを本人に見られてしまった。だから看守に助けを求めたのさ、本物のエリックはな。だがその時の俺たちが持つ情報はあまりに乏しかった。エリックが幻覚を見たと判断し、ひとまず観察室に入れるしかなかった。奴らは監視の立場を利用して、すぐさまエリックの顔も変えたが、そこでさらに厄介な問題に遭遇した。ええ。エリックさんはその時、観察者リストに登録されてた。でも、そのリストに載ってる囚人は、うちの許可なしには釈放手続きができない決まりになってるの。で、二人の偽物は一芝居打つことにしたのさ。看護師長に、偽物のエリックを観察者リストから除外してもらうためにな。なるほど、確かに筋は通ってるな。さすが公爵。いえ、
今の推理は理にかなっているように聞こえますが、変装という可能性は私たちの方でとっくに排除しています。変装をして犯行に及ぶ事例は昔からあるの。そしてマルショーゼファントムに所属するミルジーヌの責務の一つが、まさにその類の犯罪者を見分けること。囚人たちを細かく観察してみたけど、変装の痕跡は見当たらなかったわ。え？じゃあ違うってことか？現時点では奴らがもうすぐ釈放される囚人の資料を盗み、それを利用して嘘をついている可能性が最も高いかと。ううん、実は姿を完全に変えられる薬があるの。しかもこの薬を使えばミリジーヌでも見分けられない。姿を完全に変えられる薬？看護師長、そのような話は聞いたことがありません。もしそんな薬が実在するなら、マレショーセファントムの捜査系統に大きな混乱をもたらします。それは確かな情報なのですか？ええ、本当なのよ。そんな、信じて。これは医療従事者であるうちの知識や経験に基づいて出した結論だから。ま、口先だけじゃ信じられないのも理解できる。なら入れ替わった囚人たちを全員引っ張ってきて、両者に問いただせばいい。そうすれば真相も明らかになる。それでいいな？はい。そもそも投獄後に再度取り調べを行う事態になったのも、こちらの不手際によるものです。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。公爵様、大変です。ご指示の通り、先ほど釈放の手続きを止めに行ったのですが、すでに一部の者は受付を済ませて外に出てしまったとのことです。それも2時間も前に。名簿を確認したところ、九段の囚人たちで間違いありません。2時間前？尋問が始まる前だな。やはり前々から計画してたということか。入れ替わりは本当に行われていたと。してやられました。今から追いかければまだ間に合うんじゃないか？いや、もし先ほど言った薬が本当にあるなら、奴らは外に出てからいくらでも姿を変えられるはず。マレショーセファントムのメリュジーヌでも見分けがつかないなら、見つけるのは極めて困難でしょう。じゃあどうすれば？もう一つ手がかりがあるわ。その人たちを逮捕できたのはフォンテーヌ科学院の研究員のおかげなの。確か名前はラワットだったわね。え？ラワットってあのコスメの特売イベントにいたかっこいいやつだよな。かっこいい？人間の目にはそう見えるのね。私には薬の研究一筋って感じのただの研究員にしか見えなかったけど、脱獄者たちの罪状の一つは違法薬物の製造と販売。ラワットさんから聞いた話では、彼の開発した技術が犯罪者たちに盗用されたらしいの。最初はただの特許権侵害だと思って交渉を試みたそうよ。けど話してるうちに相手が犯罪に手を染めてることが分かって、すぐさま通報したの。ラワットさんの通報のおかげですぐに犯罪者たちを一網打尽にすることができたわ。そんなことがあったのか。肝の据わった研究者だな。ああ、その線から調べるのが良さそうだ。何しろ通報者であるラワットは報復の対象として狙われる可能性が高いからな。それに奴らと交渉したことがあるラワットと会えば、何かしら情報を得られるかもしれない。かしこまりました、公爵様。直ちに隊員を連れてフォンテーヌ科学院に向かいます。入れ替わった囚人たちのことはどうかお願いします。ああ、あのモルガーナさん、うちも一緒にその犯罪者たちを追ってもいいかしら？え、それはまたどうして？昨夜偽物のエリックさんを観察室から出したのはうちだから、うちにも責任があると思うの。いえ、そのように思わないでください。看護師長は彼の健康を考えてそうされたのでしょう。犯罪者を捕まえるのは私たちの職務です。
看護師長に負担をかけるわけにはいきません。ううん、それだけじゃないの。実は個人的な理由もあってね。ポトンさんはうちの患者さんでしょ。薬を塗ってあげないと症状が一気に悪化してしまうの。そのお気持ちはわかりますが、犯罪者の逮捕には危険が伴います。もしも看護師長に何かあったらと考えると、我々の隊ではとてもその責任を負えません。心配しないで、自分のことは自分で守れるから。そう言われましても。モルガーヌさん、薬に関する仮説を立てたのは看護師長だ。あんたらよりも彼女の方が薬に詳しい。同行させてあげたらどうだ。どうしても看護師長の身の安全が心配だというなら。ああ、相変わらず頼もしい奴らだ。よろしく頼む。公爵様がそうおっしゃるなら、これ以上は何も言えませんね。では、時間もありませんので、急いで出発しましょう。すみません、急を要する公務がありまして、少しお話を伺ってもよろしいでしょうか。マレショーセ・ファントム、また何か違法な研究を行ってる研究員を調べてるのかい。いえ、ある研究員に聞きたいことがありまして。ラワットがどこにいるかご存知ありませんか。ラワット、ああ、あの有名なイケメンか。でも科学院じゃあんま彼を見かけないんだ。彼と親しくしてる研究員が少しだけいるから、代わりにその人たちに聞いてみるといい。科学院の近くにいるはずだ。少しだけ、人付き合いがうまそうなやつだと思ってたけど。まあ人付き合いがいいのはあながち間違いじゃないだろう。でもそれだけさ、恵まれた容姿を神様から授かったおかげで、彼と知り合った人はみんないい印象を持つからね。だが科学院に入ってからかなり経つのに、彼が自身の研究成果について誰かと意見交換してるところはほとんど見たことない。そんなんじゃ科学院で本当の友人を作るのは無理な話さ。おかしいな。あの特売イベントで見た感じ、人を遠ざけるような性格じゃなかったのに。そう？別に不思議じゃないのよ。うちには人付き合いが苦手なタイプに見えたもの。オイラには全然そう見えなかったぞ。これがミルジーヌの洞察力ってやつか。彼の知人から話を聞く以外にも、科学院に何か手がかりが残ってないか調べる必要もありますね。ここは時間を節約するためにも、二手に分かれて行動しましょう。おう、オイラたちはシグウィンと一緒に研究員たちに話を聞いてみるな。ラワットが科学院でどんな人と付き合ってたのか、なんだか気になってきたし。私に何か用かしら。ラワットと親しいんだろ。あいつの居場所について聞きたいんだ。親しい？一回告白しただけよ。きっと他の女性研究員も彼に告白したことがあるんじゃない。どうして私だけ親しいって思われたのかしら。彼みたいな男は女にチヤホヤされるのが好きなだけで、真剣に恋をする気なんてさらさらないのよ。もっと早く気づくべきだったわ。オイラたち、ただあいつがどこにいるか聞きたいだけで。
して私が彼の居場所を知ってると思うの？別に親しいわけでもないのに。ちょっと面倒だな。他の人に聞くか。見た感じ、彼女はラバットさんのことをよく知ってるみたいよ。このまま行っちゃうのはもったいないんじゃない？でも今の様子じゃ何も聞き出せそうにないぞ。そうね、これは恋愛でよく見られる症状よ。治療法を知ってるから任せて。こんなものまで治せるのか？ごほん、ラワットさんを見つけるのは無理みたいね。もしかしたら彼はもう危険な目に遭ってるのかも。危険？待ちなさい、あなたたちどうして彼を探してるの？実はマレショーセファントムの警察隊員によると、あいつは悪の組織に狙われてるみたいなんだ。だからその無事を確かめたくって。どうしてそんな事態に？2日前に彼を科学院で見かけた時はそんな大事件に巻き込まれてるようには見えなかったけど。もちろんただ偶然見かけただけよ。うんうん、彼は今どこにいそうかしら。あくまで彼の身の安全のために教えてあげるけど、科学院にいないなら母親のところにいるかもしれないわね。彼は子供の頃母子家庭で育ったと聞いたわ。実家の状況はあまり良くないらしくて、自宅で療養中の母親の様子を見るために定期的に帰ってるって。そうなのか。じゃあその家の場所は知ってるか？知らないわ。彼の母親のことも偶然耳にしただけよ。だって人と付き合う前にはまずその人のことを把握しておかないとでしょ。告白した時お母さんの世話を手伝うって言ったら逆に怒鳴られちゃったの。もっと紳士的にやんわり断れないのかしら。ま、そういった自分もバカだったけど、ほんとひどいと思わない？やっぱり彼みたいなモテる男は実家の状況を人に知られたくないんだわ。また症状が悪化してきたみたいだな。ラバットさんの実家の住所は、後でマレショーセファントムと交流したら警察隊員に調べてもらいましょう。おう、そうだな。こんにちは。お前がアンティーブか？どちら様で？ラワットがいるところを聞きたいんだ。お前があいつと親しいって聞いてな。親しい？特許使用権も与えてくれないやつと親しいだと？え？最後に彼を見たのはもう何日も前だ。今はどこにいるのか知らん。他を当たってくれ。その特許というのは、この前彼が新しく開発したスキンケア用品に関係したものかしら。チッ、まあそんなところだ。バタフライビューティーとかなんとか。はっ、それで最近結構稼いでるって聞いたよ。急に話す気になったみたいだな。科学院では機械とかエネルギーの研究をしてる人がほとんどだからな。彼があまり他の人と関わりたがらないのもわからなくはない。だが俺の研究は塗料だ。彼の研究と何かしら接点があるってのになぜ協力を拒む？前に彼の商品を買ったことがある。中にはある特別な成分が含まれていて、塗料に使えないか試してみたかったんだ。もしうまくいったら俺だって彼と同じぐらい稼げただろうによ。先に言っとくが、ラワットの研究成果を盗もうとしたわけじゃない。正式な手続きを踏んで特許使用権を申請しようとした。きちんと使用料を払ってな。なのに3回も門前払いを食らっちまった。他の人が自分みたいに金を稼ぐことがそんなに嫌なのか？ラワットが冷たすぎるって言うべきか、それともこいつが単に僻んでるって言うべきか。こいつからはラワットの居場所を聞き出せそうにないな。他を当たろうぜ。あ、ちょっと待って。アンティーブさん、バブルオレンジを買ってきて皮を剥いて水に入れて飲んでみてちょうだい。
気分が落ち着くと思うから。はあ？そうか、ありがとう。あなたたちは？オイラたち、マレショーセファントムと一緒にある事件の調査をしてて、ラワットの居場所を聞きたいんだ。お前、ラワットと仲がいいんだろ？昔はそうでしたが、今はそれぞれ違う道を歩んでいます。お？どういう意味だ？はあ、我々研究員は皆、崇高な目的のために研究を行っています。しかし、ラワットはビジネスにつながる研究しかやっていません。彼と共同研究を行うためには、知的財産権を守るための秘密保持契約まで結ばされるんです。そんな人と手を組んでも、まともな研究ができるはずはありません。私のコンプレッサーも、ようやく技術的な解決案を見出せました。もう彼に協力を仰がなくても問題ありません。ラワットってそんな奴だったのか？ラワットさんの居場所をどうしても知りたいんだけど、力を貸してもらえない？あなたは、あ、メロピデ要塞の看護師長ですよね。科学領域の中でも医学は最も崇高な分野だと私は思っています。あなたには敬意を表しますよ。ねえ、お力になれるなら喜んで。おお、シグウィンの肩書きってこんなに役に立つのか。しかし残念ながら、彼がどこにいるのかはわかりません。2ヶ月前に彼との協力関係が終わって以来、ここ最近は会っていませんから、彼が頻繁に接触していた商人たちを訪ねてみてはどうでしょう。彼らなら、ラワットの居場所を知っているかもしれません。商人？彼と共同研究をしていた時、よく商人らしき人たちと会っているのを見かけました。しかし、どうも私を避けているようでしたから、何か後ろめたい商売でもやっていたのかもしれません。たまに話が聞こえてきましたが、どれも薬品の製造販売に関するものでした。やはり彼は研究成果をビジネスに使うことしか考えていないんでしょう。薬品の製造販売？ラワットが作ってたのはスキンケア用品だったよな。それも薬品に入るのか？さあ、私は金の匂いがすることに関心がありませんので。ありがとう、今もらった情報で十分よ。ねえ、それではお互い科学の金字塔のさらなる高みへ登れることを願っています。3人の研究員から話が聞けたし、集合場所に向かおうぜ。明るい2枚目の研究員だと思ってたけど、まさか他の研究員の目にはあんな風に映ってたなんて、オイラの第一印象とは大違いだぞ。じゃあパイモンちゃんの今の印象は？家の状況のせいで人付き合いが悪くなって、利益しか考えてない顔のいい研究員。外見に対する部分は変わってないのね。そこはまあそうだな。でもあんなに顔の整った研究員なんだし、たとえ家の状況が良くなくても人を遠ざけるような性格にはならなそうだけど。外見だけで人を判断しちゃダメよ。看護師長、旅人さん、研究員たちから何か新しい情報は聞けましたか？バートラムさんの話では、ラワットさんは薬品の製造販売をしてる商人と接触してたって言ってたよね。じゃあラワットさんはその薬品のブランドを登録してるのかしら？
ラワットさんは事件の通報者だからその資料にも目を通したけど、私の記憶では薬品に関する登録はなかったわ。変ね。ラバットさんはビジネスを重視してるし、他人に技術を共有することも嫌ってる。薬品の商売をするなら、そういった登録をおろそかにしないはずよね。もしかして、公にできない商売だったのかしら。犯罪者たちと手を組んでたってこと？確かにあの人たちは、薬品の製造と販売に関する罪で捕まったけど。いやいや、それはおかしいだろ？だってその犯罪者たちを通報したのはラワットなんだし。虫歯の治療を受けに来た子供ってずっと痛かったのにそれを我慢してたなんてことがあるでしょ。それにキャンディーをたくさん食べたのに言わなかったりもする。後ろめたいことをごまかそうと嘘をつくところは大人も子供も大して変わらないのよ。それはそうだけど。通報の対応をしたのは私ですが、彼はあの犯罪者たちと手を組むような人間に見えませんでした。あ、いや、もしかすると脅迫されてたなんてことはないでしょうか。看護師長と旅人さんの話では彼の実家は状況があまり良くないとのことです。そこで犯罪者たちは儲け話を持ちかけ、代わりに学術的な支援を求めた可能性があります。犯罪者たちの正体に気づいた頃にはもう抜け出せないところまで来ており、弱みを握られ協力関係を続けざるを得なかった。このようなケースは私も見たことがありますし、決して少なくありません。まあ辻褄は合ってるな。もしラワットが犯罪者にずっと脅迫されてたんなら、他の研究員との協力を避けてたのもうなずける。だから人付き合いが悪かったんだな。犯罪者に監視されてて、きっと毎日ビクビクしてたんじゃないか。そうなると状況はもっと悪くなってくるのよ。もしラバットさんと犯罪者がずっとつながってたのなら、彼らはその居場所を知っていて、うちらより早く見つけるかもしれない。さっき科学院で集めた情報では、ラワットさんが最後に科学院に姿を見せたのは2日前だったわ。それから彼に会った人はいない。もしかしたら彼はもう。2日前？もしかしてあの特売イベントが終わった後から行方がわからなくなってるのか。しかも彼が通報したのもその日です。雲行きが怪しくなってきましたね。心配しないで、まだ別の可能性も残ってるでしょ。もし犯罪者たちを通報した後にいなくなったのなら、自分から身を隠したのかもしれない。そっか、報復を恐れたって線もあるな。今は一刻も早く彼を見つけなければなりませんね。唯一の手がかりは先ほど言っていた彼の母が住む家でしょうか。シース、調べられそう？ええ、大丈夫よ。薬品関連はなかったけど、スキンケア用品のブランドは登録してたみたい。登録には本籍の記入が必要だから、多分その住所がそうね。確かフォンテーヌ邸の郊外だったはずよ。じゃあ早速出発しましょう。ここが住所にあった家のはずよ。ノックしますね。中に体の不自由な患者さんがいて、あまり具合が良くないみたい。なんとかドアを開けられないかしら。じゃあドアを壊して開けるか。ダメダメ、
ここは私に任せて。一般市民の財産を壊したら報告書をたくさん書かなきゃいけないからね。力ずくじゃなくて技術で開けないと。はぁ、冷静に今まで受けてきた訓練を思い出して力の調整を。開いたわ。シス、何人か連れて潜伏し家の周りを監視しておいて。私は旅人さんたちと一緒に中に入るから。こっちを見ないで。隊長に言われた通り潜伏してるの。深刻みたい。いくつか質問はできると思うけど、無理はさせない方が良さそう。ラワットもここにはいないみたいですし、この老婦人に聞くしかないですね。ええ、うちに任せて。君がラワットさんのお母さん？彼の居場所を教えてくれる？どうなった？耳が少し遠いみたいね。ラワットさんの写真は持ってる？ええ、あります。これを見てくれる？君の息子さんよね。どこにいるかわかるかしら？やっぱり何も聞き出せそうにないな。唯一の手がかりもこれで途切れてしまったようですね。ここでもラワットの居場所がわからないとなると、もう何かしらのトラブルに巻き込まれているのかもしれません。むしろトラブルに遭うのが分かってたからお母さんのところに来なかったんじゃないか？しかし、そうなるとこれ以上どこを探せばいいのでしょう。やはり科学院の近くにいる可能性が一番高いのでしょうか？そうかもな。ではもう一度科学院に戻るしかありませんね。すでにあの場所からは多くの情報を集めましたが、何か見落としがあるかもしれません。今はもうそれにかけるしかないでしょう。ごめんなさい。うちはこの患者さんのケアをしたいから、しばらくここに残ることにするね。ええ、もちろん構いません。旅人さんも一緒にここに残ってください。あなたは看護師長の助手ですから。それとマレシオセファントムを何人か残して家の周りを監視しておいてくれる？それはまたどうして？ラワットさんがお母さんの危篤を知ったらきっと帰ってくるはずよ。なるほど、わかりました。家の周りに潜伏している隊員たちを残しておきます。旅人、パイモンちゃん、今回もお手伝いよろしくね。うん、任せとけ。ただ、さっきの話を聞く限り、ラワットのお母さんの容態って、もしかして。ええ、極めて危険な状態にあるのよ。そうなのか。少しケアをするから、そこのタオルを取ってくれる？わかった。彼女の家族は病気を治すためにいろんなことを試したんだと思う。貴重な薬もたくさん使ったみたい。でも残念ながら、あまりに多くの病気にかかっていて、それが体を蝕んでる。シグウィン、辛そうだな。うん、確かにちょっと悲しいかな。
メルジーヌにとって人間の生老病死は日が昇り沈むのと同じで自然の法則に準じたものよ。けど人間の医学はこの法則にある程度逆らえる。まさに奇跡のような科学なの。これもうちが医学に夢中になった理由の一つ。でもいざ医者になってみると奇跡はいつも起こるわけじゃないって気づいた。どんなに腕のいい医者でも治せない病気はあるの。すごい。心配しないで、パイモンちゃん。医者の最大の責務は全ての病気を治すことじゃなくて治せる病気を治すことだから、せめて熱を下げてあげないと。そうすれば彼女もそんなに苦しまなくて済むし、ラバットさんに会うまで持ちこたえられるかもしれない。ああ、だったら犯罪者を捕まえるってだけじゃなく、一刻も早くラバットを見つけてやらないとな。熱が高くなってきたみたい。お湯を持ってきてくれる？おう、任せろ。おばあさんの様子はうちが見てるから、急いでお湯を持ってきてくれる？重要な手がかりもな。この日記を見るとラワットは個人の実験室を持ってるみたいだ。あいつは今ここに隠れてるんじゃないか。すぐモルガーヌ隊長に連絡しようぜ。ええ、それは確かにいい知らせね。けど少し待っててくれる？濡れたタオルを用意したのよ。もう一回注射するね。気分はどう？心配しないで。これから彼を連れてくるから、もうちょっと頑張ってね。ありがとう。